教室の一例札幌はカレンがテラス,ススタジオ ABC クッキングスタジオは東京都千代田区丸の内に本社を置く株式会社及び同社が展開する料理教室の名称である。ABC の略称を持つ朝日放送グループ及び朝日新聞社並びに靴販売の ABC マート、アメリカのテレビ局のアメリカンブロードキャスティングカンパニーとは資本人的関連はない。 日本、中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシアの9カ国、地域に ABC クッキングスタジオを163スタジオ展開している。日本では北は北海道から南は沖縄まで各地に教室を展開する。ショッピングセンターの中にテナントとして入る事例が目立つ。教室をスタジオと呼び、 仕切りのないガラス張りのオープンスタジオとなっており、外から教室内を見ることができる。もともと女性専用の料理教室、ABC クッキングスタジオとして展開していたが、2014年より、すべてのスタジオで男性受け入れをしており、現在は全国どのスタジオも共学である。また、年中から小学3年生まで利用でき食育に特化した ABC キッズ。 体を気遣うすべての大人に向けた、大人 ABC クッキングスタジオ、自由に手作りを楽しむアトリエ、ウィップなどのサービスも展開している。生徒数は2019年4月現在、国内外合わせ33万人に及ぶ。その約70%を F1 が占めている。ABC クッキングスタジオの親会社、ABC ホールディングズの株式を2014年1月に、 NTT ドコモが51%を取得したが、2019年3月に株式譲渡が行われ、現在は ABC ホールディングズがすべての株式を持つ、海外一号店として2010年12月、上海に出店。2019年4月現在、海外では、上海3店舗、北京2店舗、成都3店舗、重慶3店舗、広州1店舗、深圳1店舗、 広州3店舗、アモイ1店舗、鄭州1店舗、聖夜に1店舗、香港3店舗、台北5店舗、ソウル1店舗、シンガポール2店舗、バンコク2店舗、クアラルンプール2店舗、ジャカルタ2店舗とアジアを中心に急成長している。ありがとうございます。